レイです。ヨリッコです。昨日の朝から声が出なくなってしまって、今日はこれでお届けします。頑張ります。はい、ヨリちゃんがこんな声なので、できるだけ私が喋って企画を進めていきたいと思います。今日は、はい、スケジュールで料理っていうことを伝えてると思うんですけど、何作ると思いますか？わかりません。いやだ、本当に抜き打ちの料理企画が一番好きじゃないかもしれない。いやですね。てかもう久々のこのスタジオでこのメンバー。そうですね。なんか普段私エプロンも使わないので、昨日100均で用意したんですけど、違いすぎてもう早く終わらせたいです。可愛い、本当に恥ずかしい。はい、じゃあということで、はい、料理欲検定ということで包丁さばきテストをしたいと思います。おお、終わった。まあ、包丁ね、料理では絶対使うものだと思うんですけど、3つの切り方を行ってほしいんですけど、みじん切り、千切り、りんご丸ごと皮むきを全部包丁で行ってもらいます。はい、自信どうですか？結構がちょっと不安なんですけど、みじん切りと千切りはいけると思います。私も私もみじん切りと千切りは多分できるんですけど、りんごの皮むきも自信はないですが、頑張ろうと思います。ということで、せーの、どうぞ。はい、ルイです。まずは玉ねぎのみじん切りに挑戦していきたいと思います。いきます。ちょっとでも、これ絶対私が悪いんじゃなくて、待って、なんか硬いんだけど、え、なんで？怖い。あ、大丈夫です。ちょっと玉ねぎは半分だけ使いたいと思います。私はですね、本当にずっと言ってるんですけど、家事の中で本当に料理が一番好きじゃなくて、料理した後の洗い物とかは別に苦痛じゃないんですよ。ただ自分が食べる料理が本当に美味しいと思ったことがなくて、でなんか旦那と息子は美味しい美味しい言ってくれるし、おかわりもしてくれるんですけど、自分で作ってると味が分かるから味がしなくて、だから好きじゃないです。おそらくこうやってあれですよね、最初こういうことですよね。なんかちょっと粗いとか思われたら嫌だ。はい、でもできました。玉ねぎのみじん切りの完成です。じゅんなです。では今から早速玉ねぎのみじん切りの方をやっていきたいと思います。ちょっと私はこっちタイプなんですけど、では私の玉ねぎのみじん切りはできました。それではやっていきます。力強さ、続いてキャベツの千切りに挑戦していきたいと思います。ちょっと量が多くなっちゃうので、半分くらいまで切って終わらせたいと思います。どっから行こうかな。いきます。キャベツの千切り完成です。はい、では次にキャベツの千切りをやっていきたいと思います。キャベツはコンビニとかでスーパーとかに千切りが売ってあるじゃないですか、うん、なんか
そういうのじゃなくて、こうやって買ったやつを切った方が体にいいみたいです。え、ありがとうございます。私だけですかね、こういうのやり方は。え、初めて見たかも。あ、本当ですか、うん、結構料理動画とか見るんですよ。あ、そうなんです。好きなんだね。好きです、本当に。大きさがバラバラです。では最後にリンゴの皮むきしていきます。もうやだこれ、一番私やったことないリンゴ、気合い入れます。うわー、まずスタートがどっからかもわかんないもんな。やばい、皮がどんどん分厚くなってきた。やばい、手取りそう。笑わないでください。え、嬉しい。ちょっと待って、どうしよう。料理できないキャラなくなるかもしれない。最後どうやるんですかこれ。今いいところでカットしちゃって OK です。完成しました。すごい、イエーイ。1本にはならなかったですね。はい、では最後にリンゴの丸ごと皮むきをやっていきます。心配ですね。なんかフルーツ用のナイフがあるじゃないですか、うんうん、それでいつもやってるんですけど、あ、なんかピューラーがない時にやってます、それは、うんうんうん、ピューラー便利ですよね。ピューラーって言うんですか。ピューラー、ビューラーですか。ピューラーですよね。ピューラーと、あ、ピーラー、ピューラー、あ、ピューラーって言いました、うん、じゃあ間違いです。今言いました、間違えちゃった。やばいぞこれは。終わりました。以上、ジュナのチャレンジでした。じゃあ最後はリンゴの一本巻きをやっていきます。これはちょっと不安です。じゃあやります。できました。はい、ということでみんな完成しました。イエーイ。皆さんどうでしたか。切ってみて、なんかいつもと違う環境だったのですごい緊張しました。じゃあ、じゅんなちゃん、はい、いかがでしたか。私もゆりちゃんと一緒で、やっぱりこんなに見られながら
料理をすることがないので、ちょっと本当に緊張しながらやりました。うん、私は、まあね、朝飯前っていうか、まあ普段やってるんで、こんなもんかなって、まあ、ママなんで、思いました。じゃあこの中で全体を見て誰が一番上手だと思ったか指を指して1位を決定したいと思います。せーの、はい。こいつ笑顔。そうですよね。はい、ということで1位はよりちゃんに決定しました。すごい普段からやってるんですね、はい、ということでよりちゃんが一番包丁さばきは上手なママでした。教えてください。はい、では今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。ありがとうございます。この動画が良かったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。では、せーの、バイバーイ。